棒を持つライム麦のコボ棒は、米、麦など、稲科の植物のコボを構成する林片の先端にある、棘状の突起のこと。のげ、棒、バシカとも言う。すスきスのことをのぎとも書くが、これに似た稲科の植物に、おぎがある。すスきスには、棒があるが、おぎには、棒がない。二十四節気の内棒種は、棒を持つ植物の種をまく、時期のことである。また、 陶器などの表面に現れる、棒状の細長い斑紋を脱ぎになぞらえて、棒目と呼ぶ。稲荷植物の穂は、コボと呼ばれる単位から構成されているが、これは元来はそれ自体が果樹であり、いくつかの花とそれを包む包みから構成されている。実際には、それらは互いに接近して、小さくなり、輪ペンに花が包まれたようになっている。この輪ペンを A という。A は、 様々な形であり得るが、よく見られる特徴としてその主脈の先端が、臨片の円を越えて突出する場合がある。全体としては、臨片の先端から針状の突起が出ることになり、この突出部分をのぎという。稲科植物ののぎは単に臨片の先の伸びたものというよりは、針状の突起となり、往々にして硬い。まっすぐに伸びるものもあるが、途中ではっきりした曲がりを持つ例もある。 棒があるかどうかは種を区分する上で重要な特徴になる場合がある。他方、稲や犬エ等種内で野木のあるなし、あるいはその長短に変異が見られる例もある。ヤツつり草科の花もコボとなっており、その臨片の先端が伸びる例もある。それを棒短というが稲科のもののように針状になるものではない。縮みザさでは棒に粘液を持ち、 それによって動物に付着し、種子の散布を図る。栗の岩では、棒が鍵状になっており、これで動物の毛に絡まって、やはり種子散布に関わると考えられる。ありがとうございます。